Cincito koto sereno minani yutte. Amen. Shiu Yesus Kristo no megumi kami no ai sere no majiwari ya minasang to tomoni. Minasang watashitachi no tsumi o omoi kansei no saigi o iwa o mae ni kokoro aratame masu. Kami yo tsumi bukai watashitachi yo awaremi itsukushimi yo shimeshi sukui yo o atai kudasai. Zenno no kami ga watashitachi yo awaremi Tsumi o yurushi eien no inochi ni michibite kudasai masu youni. Amen. Inorimasu you. Subete o teraste kudasaru kami yo. Anata wa kurayami ni samayo hitotachi ga makoto no michi ni tachi kaeru youni. Shinri no hikari yo kagayakasete kudasai masu. Senrei uketa subete no ito ga shinko ni hansuru koto shirisoke. Kiristo ni stagate kiru koto ga dekimasu youni. Seire no manjiware no nakane, anata to tomoni yuyo ni iki, sihaiste orareru onko watashitachi no shiu, Yesus Kristo niyotte. Amen. Daiichi Rodoku, Yoeru no Yogen.主は言われる。諸国の民が奮い立ち、ヨシャファトの谷に登ってくると、私はそこに座を設け、周囲のすべての民を裁く。玉を入れよ。刈り入れの時は熟した。来て踏み潰せ。酒舟は満ち、絞り場は溢れている。彼らの悪は大きい。裁きの谷にはおびただしい群衆がいる。主の日が裁きの谷に近づく。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はシオンから吠えたけり、エルサレムから声を轟かされる。天も地も震える。しかし、主はその民の酒どころ、イスラエルの人々の砦である。あなたたちは知るようになる。私があなたたちの神なる主であり、我が聖なる山、シオンに住む者であることを。エルサレムは聖なる地となり、もはや異国の民がそこを通ることはない。その日が来ると、山々には葡萄酒が滴り、諸々の丘には乳が流れ、ユダのすべての谷には水が流れる。泉が主の神殿から湧き出て、シティムの川を潤す。エジプトは荒廃し、エドムは滅びの荒れ野となる。ユダの人々を虐げ、その国で罪なき者の血を流したからだ。しかし、ユダは常しえに、エルサレムは世々にわたって民の住むところとなる。私は彼らが流した血の復讐をする。必ず復讐せずには置かない。主はシオンに住まわれる。神の言葉。神はあなた
しユダの町を豊かにする。神に従う人は神の家にあって喜び、その尊い名を称えよ。その時イエスがこれらのことを話しておられると、ある女が群衆の中から声高らかに言った。なんと幸いなことでしょう、あなたを宿したたい、あなたが吸った乳房は。しかしイエスは言われた、むしろ幸いなのは神の言葉を聞き、それを守る人である。クリストに賛美。今日のイエス様の言葉は短くして、でも意味がとても深いです。この幸いな人は、イエス様によると、神の言葉を聞いてそれを守る人である。人間は自分の家族のメンバーは何がいいことがあれば、その家族も誇りが持ちます。その一方では悪いことがあれば、みんな恥も受けています。イエス様の人気なものとして、いろんな女性たちはイエス様の自分のお母さんはとても幸いなと考えています。あるスキオ様のお母さんは、あるインタビューとして、そのスキオに尋ねた時は、お母さんはどの気持ちがありますかって聞かれた。自分のお母さんは、このスキオ様のお母さんは、とてもシンプルな方だから、司祭になる時、またスキオになる時もこの言葉は出ないで、ただもちろん喜んでいるという気持ちもあるけれども、その大きな気持ちは表されていないという、このスキューの答え。同じようにマリア様の気持ちは、イエス様に対して神様から計画していただいて、協力してこのマリア様のように、この言葉肉になって、このマリア様の受難、自分のイエス様の息子として受難を歩んでいくということは、母としてこのマリア様もとても悲しくて苦しくてたまらないかもしれない。でもこのイエス様が栄光を受けた時も、イエス様、このマリア様も教会の中でいろんなお祝いが行っています。人間という一番近いものは、このお母さんと子供。子供生まれる前に9ヶ月何日間、その関係は、その絆はとても近い。
神様の技でこの子供を生まれてからお母さんとの関係は少しずつ離れてしまうということもあります。残念ながらこの親と息子のまたお母さんと息子の関係は時々問題があって離れてしまって、その絆も薄くなりました。今日のミサで私たちの祈りは、イエス様の言われた通り、私たちもこの言葉を聞いてまた実行する、それを守って私たちは幸いな人になるように、この御言葉を聞いて私たちも実践する人々になりますように、このミサを捧げたいと思います。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。全能の神よ、ここに捧げる供え物によって私たちを清め、新たにしてください。あなたの言葉に従っていき、御旨を行う者に約束された報いをいただくことができますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に。心込めて神を仰ぎ、聖なる父よ、最愛の子イエス・キリストを通していつどこでもあなたに感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めです。あなたは御言葉によってすべてをお作りになりました。御言葉である御子は、救い主、あがない主として私たちに使わされ、聖霊によって人となり、乙女マリアから生まれ、身旨を果たして人々をあなたのためとするために、手を広げて苦難に身を委ね、死を滅ぼして復活を知らせになりました。私たちは声を合わせて歌います。天使とすべての聖人と共にあなたの栄光をたたえて。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主よ、主の栄光は天地に満つ。天の糸高きところにホッサンナ。ほむべきかな、主の名によりてきたるもの。天の糸高きところにホッサンナ。まことに尊くすべての聖聖の源である父よ、今聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んでジュダに向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い、復
価値を称えよう主が来られるまで、私たちは今主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす。私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教トマサクイナスマイダマンヨとパウロサカエトシヒロ、すべての清い犠牲をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。また、復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟とすべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、シヨセフとしと、すべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神父であるあなたに、すべての誉れと栄光は世々に至るまで。アーメン。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を、今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧みお言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧、あなたを置いて誰のところに行きますよ。Thank you.
ましよう。慈しみ深い父よ、御言葉と命のパンで養われた私たちを強めてください。お一人子の豊かな賜物で満たされ、いつもその命に生きることができますように。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。マリア様たれ月によって、この土曜日ロサリオの月、私たちのために祈りますよ。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。皆さん一人一人このミサに共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。感謝の祭を終わります。行きますよ、主の平和のうちに。Thank you.